山水電気株式会社はかつて存在した日本の企業、東京都に本社を置き音響機器の製造を手掛けていた。2014年7月9日に破産した。会社設立初期はトランスの生産、販売が主な事業内容で、1969年に海外向けに商品化された AMFM2 バンドのレシーバーモデル5000が、 ベトナム戦地の米軍 PX で大ヒットし、オーディオ機器生産、販売へシフトした。なお、酸水ブランドのトランスの製造、販売、宣伝は、1979年に橋本電機へ移管された。1970年代は、労使対立が続いた。第二組合に対して第一組合はより活動的で、あり、これに目をつけた、暴行新書が、会社側に、 労働組合委員長を転職させることを持ちかけて500万円を得た上で委員長に覚醒剤取引の濡れ衣を着せようとした事件も発生した。1980年代のオーディオブーム前世の頃にはパイオニアの子会社のオンキオパイオニアへの移管を経てオンキオホームエンターテイメントへ吸収合併され事業消滅やトリオと並んでオーディオもサ三ヤと呼ばれた。特に ステレオアンプ技術では名門とされ JBL の日本総代理店にもなった。1984年10月期には525億5200万円の売上高を記録した。その後、オーディオブームの衰退やデジタル化の波などにより経営が悪化。1989年には英国 P の出資を受け参加となった。翌年 P は破綻。 1991年に香港セミテックの参加となる。その後も経営は好転せず、1999年にはセミテックが破綻し、香港の会期集団有限公使から財政支援を受けた。2001年には自社の製造拠点がなくなり、音響、映像機器事業からの売上が減少、過去に販売した製品のアフターサービス事業が中心になった。 この頃には株価が1円3円程度で推移し、いわゆる低株名柄の代表格として、個人投資家などの間で有名だった。2011年5月11日付で、親会社の会期集、男優限講師が事実上の倒産状態になったことで、酸水電気の資金繰りが悪化。さらに、親会社の再建が取り立て不可能になったため、債務超過に陥った。 2012年4月2日、山水電機は東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。この時点での負債は約2億4765万円。民事再生手続きは受理され、同年12月27日付で再生手続きは終結した。しかし、その後も資金繰りの目途がつかず、2014年7月9日には東京地裁より、 破産手続き開始の決定を受けた。負債は約3億5000万円。2012年より同志社が山水ブランドを使用している。2012年現在は外部委託により山水の音響製品は優勝でメンテナンスを受けることができる。創業者の菊池工作は山水電気の社名を社税で山のごとき不動の理念と水のごとき潜在の力と表現した。 経営理念としては、高品質、高信頼性をモットーにして、得意のトランスを基調にハイファイアンプの生産、販売を1954年に開始した。90%以上を日本国外で販売して高級アンプのブランド、山水として知られた。菊池工作の墓所は、東京都府中市多摩町の多摩霊園にある。山水製のオーディオプリメインアンプ。 a u d 1 1 9 7 2年1月1日、従業員の老後生活の安定を目的に、酸水電気厚生年金基金が設立された。基金は、会社の経営状況と運用環境の悪化により2001年に解散することになったが、110億円に上る資産を、受給中の退職者と加入社員に分配していた。酸水のブランドの製品は、 世界各地で販売されている。2012年同志社が山水ブランドの日本国内ライセンスを取得、同ブランドの製品を発表している。その他にも以下の例がある。2013年12月、同志社から山水ブランドから VHS プレイヤーが発売された。それに加え安価な CD ラジカセも発売された。ありがとうございます。